5日日曜日の京都最終レースでオードリー・バローズに騎乗し勝利した斉藤新騎手が話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。斉藤新、イケメンすぎわらだ。かわいい。美少年でこさ。韓流なのか限界突破なのか、前より良くなってる。男でも色を覚えるわこれ。ちょっと可愛らしい格好をしてみようか。口紅してるの？その辺の女子より可愛いやろ。令和のデビッドボーイ。なんか薄くメイクしてるよな。宝塚の男役だろ。新た姉さん、騎手界で一番美人だろ。北斗の拳の湯田かな。政治人が女性なら負担重量を軽減してくれるんだろうか。 JRA がそんなフットワーク持ってるとでも。俺たちはいつでもカミングアウトされる覚悟はできてるぞ新たちゃん。 JRA で一番美人な騎手、これは人気出るな。美容頑張ってるインフルエンサーと並んでほしい。すまんがネタ抜きに可愛いと思う。顔だけじゃなくて全体が白すぎる。新宿2丁目だとすぐ店のトップなれそう。最近はこういう女の子っぽいのがイケメンというのか。俺はカッチーの方がイケメンだと思うのだが。宝塚の男役みたいな顔してる。クソモテそう。インスタ見てればわかるけど服装も髪型も思い切り軽ドル意識してる。これ女子に人気出るな。斉藤は全てをさらけ出したら一皮むけそうだな。ルメールより白いな。肌綺麗、まつげ長い。何食べてるんやろう。アイメイクが濃いと思いがちなんだけど、上のまつげも下まつげもびっしり長いんだよな。アメリカはゴリゴリアメフトやってて肩幅バキバキなのがモテるのに、日韓だと線が細くて中性的な顔立ちがモテるのはアイドル業界が盛んだからみたいなこと聞いたことあるな。俺はこういう雰囲気好きだけど。こういうのも出てくるようになったか。ゆくゆくは氷川きよし路線行きそう。あなたはとにかく美容には抜かりないらしいからね。以前、池添のケンちゃんが言ってたけど、一番かっこいいのは長野武蔵に決まってるだろ。俺らの推しは武蔵だよな。武蔵は男前、斉藤はイケメン。田口はずっと坊主頭を続けてほしい。武蔵も坊主を貫いてほしい。自由にしたらええけど、これ他の騎手に何も言われんのかな。明らかに化粧してるだろ。男が化粧してんの？日頃からちゃんと日焼け止めして白いんだろ。今時のいいとこの子は外出るときはしてる。X でも圧倒的に女性ファンが多数だしな。斉藤のルックスに川田の腕があったら史上最強の騎手になれそうやで。ジャニキタの気持ちもわかるなこれ。X のジョッキーオタクのアカウント見てるけど、斉藤新は美しいと言われるけどオタ活の対象と見られてることは少ない。オタ人気は武志、坂井、サメ活あたりが多いよ。流行りのジェンダーとかいうやつかこれ。ギャンブルはノリみたいな昔ながらの顔面の方が好感持てる。今村聖奈より可愛くてはロタ。批判多いけど俺はありだと思う。弊社の受付の姉ちゃんより美人だわ。斉藤は最初からだしな。最近色気づいたわけじゃない。かっこよけや何でもいいじゃないか。たけし、しん、おにぎりくん、流星、和田さんイケメン最高じゃないか。岩田の小猿が当初芋臭かったけど、最近は垢抜けたというほどでもないが清潔感あって割と男前よな。女性ファンが食いつきそうと思ったが、競馬には女性ファンなんてほぼいないから関係ないか。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。